どうも皆さんこんばんは、狼のチャンネルへようこそ。本日はホラーゲーム君が死ねやっていきたいと思います。早速奥の部屋に、覚悟を決めてねということはセーブってことだね。行こうか。何を企んでるんだ。でもゲームの前に、サブゲームまだ終わりじゃないって。はいはい、へえ。どんどん交換した方が良かったんだ。一回交換しなかったからな。おお。ほう。あれ？何？アリスが何だと？銀脱落するのか。大丈夫かこれ。急に苦しみ出すんじゃない？え？何これ？なんで1位とビリッケツが。ほう？なんだこれ。高っ。わ、どっちかしか助けれないってこと？ほう。サソリの毒。出たー、また。キュータルオは押さないな。押さないでしょう。助けてくれって言っても自分の命と引き換えだからな。なかなか押せる人はいなさそう。何これに救出方法なんて必要なの。話し合い？へえ、どうしようもなくないこれ。でも本人が押すか押さないかでしょ。間違った。議題を選ぶ。もうないでしょう。あるのか。犯人そうやって騙したからな、ジョーの時も。
ほう。そうだね。これでも時進むの？観察か。アイテムどうしたらいいの？もうこれ以上どうしたらいいんだ？討論？これぐらいしか思いつかないな。どういうことだ？わかんないけど、全然。そうだね。この場にある何かと関係のある数字。とりあえず引き出すか。行動。30。向こうには何人いるんだ？ケイジ。1、2、3、4。4人いるのか。物？行動？違うね。わかんないな。物？ダメだ、全然。銀に関連する数字ね。なんだ？長さ。重さだ。多分。で、どうする？重さで、多分そう思う。同じく。確かに。わかんないな。なるほど。どうしたらいいの？でも違うか。重さじゃないってことか。飛び跳ねる場所による？
あー討論するか。なるほど。お。なんだ？気になるところ？ここ？え、何気になる。お、ここだ。何が出てくる？何？救助用？破片の重さ。ほう。なるほど。確かに。ないよね。お、なお飛び降りるか？先生に褒められるためとか言って。まあそうだね、誰かがなおも気づいてる。お。もう討論するしかないよね。そういうことだね。結局誰か犠牲にならないといけないのか。あー、そういうこと。いや、犠牲になるとは決まってないけど。そうだね。なるほど。そんな一か八な方法なの？もう時間がなさそうだから、いきなり討論でいこう。ダメか、引き出さない。ダメか、まずい。そうだね。あの道具？
あー、間に合わなかった。言っても押さないと思うよ。酷だな、これは。いやー、これ銀助かる道もあったのかー。なるほど。おお、間に合うか。そういうことだね。え、何道具って。あ、なるほど、これで静かに降りるってことか。え？違うの？ちょっとセーブしよう。ちょっと危ない。積みそう。え？これじゃないの？これ以外にないでしょ？え？なに？こんな紙使ったって仕方ない。え？どうしたらいいんだ？何、謎だった道具って。わかんないんだけど。いや、ダメ、全然わかんない。え、なんだアイテムって。クリック、あ、刑事がいた、見落としてた。刑事か。これでしょ。これだ。助かった。ほんとか？ただ一本打ち込まれて助かるのか？なるほど。確かに。え？え？え？ダメじゃん。なるほど。結局救えないか。いや、無理でしょ、これは。話し合いじゃ。いや、犠牲にするのはダメでしょ、他人を。そうだね。これは解決しないよ。二人で誰かを突き落とすってことでしょ。あれ？どうした？何？あー、なるほど。
あ、レコは偽物なのか、レコを落とすのがいいのか。でもこれ、こういう時の結局全員他人だからな、信じていいのか、この意見。曖昧なことで他人を落とすのはちょっと良くないよな。ただ嘘の前にいるよな。でもまあ優しさかもしれないしな。ただ嘘の前に言ったのはレコか。一瞬暗くなってグローブが2つあったっていうのも怪しいよな。ケイジカンナケイジ、無駄だと思うな。だからどうだっていう話だよな。あ、証言だ、これだ。あ、違うな。あ、ダメか。お、押せないでしょう。お、すげえ、押した？押してない。まあ怖いよね。ほう。なんだ、まだ続くのか。ちょっと待ってよ、どうしたらいい。この意見をストックして第三者の意見をぶつける。どうした？おお、よかった、レコを犠牲にしなくて。三島先生、いい人すぎるな。よかった、誰も犠牲になれない。はい？なんだ？
どうした、そう。そうが言うのは怪しいな。結局誰かが犠牲になるのか？おっと、人が増えてきたな。増えすぎでしょう。なんだこれ。なんでみんなでレコを落とすみたいな雰囲気になってるのこれ。なるほど。傷を隠せる人物？本の木？本の木しかいない。誰？刑事じゃないし、カンナはわかんない、ソウは手袋に入れてるけど、ナオ、アリス、ノエル関係ないね。意外とナオ。誰グローブしてんの？誰グローブしてるの？キュー太郎か？違う。誰？違う。ノエルだ。だから何？わかんないぞ。こうか？ダメだ、わかんない。全然わかんない。次？次って何さ？おー、危ない。こう。だから何？何？ほう。ああ。なるほど。そういうことだ。いやー、これ罠なのか。どうした？
いやーこれは。なんだこれ。究極すぎるこの選択。確かにあった。いやーこれ結構あっさりいくのかと思ったら、まだまだかかりそうなので、本日はこの辺で終わりたいと思います。最終的には多分落とすか落とさないか決断しないきゃいけないんだと思うけど、いやー悩む。ちょっと次回までに決めとこうかな。これでもレコ落として本人だったら、それはそれで大変なことだよ。どうする？はい、迷ってても仕方ないや。本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミゴス。またね。